インバムラはアルバニアティラナ出身のソプラノオペラ歌手。父のアブニムラはコソボ出身でアルバニアの歌手。インバの名前は父親の名前を逆に読んで付けられた。デビュー間もなくは夫の名茶コそこを読みやすくした茶子も平気していたが、96年頃から使用しなくなった。イタリアオペラの出演が多いことからか、日本ではインバムーラとイタリア風な読み方もされるが、 特に音ビきは必要ない。1987年からヨーロッパ各地で数々のコンクールで優勝。1993年にはパリの国際オペラコンクールで賞を取り CD を出した。その後も欧米各地の歌劇場で活躍している。1998年に演じたジョルジュビゼー作のオペラ美しきパースの娘の DVD は日本でも発売された。 2004年には来日し、新国立劇場上演の椿姫で主演した。1997年の映画、フィフス・エレメントでは、マイウェン・ルベスコ演じる異星人のオペラ歌手ディーバの歌唱部分の吹き替えを行っている。歌曲ザ・ディーバダンスは80%がインバの歌で、あとはサンプリングによるものである。当初、音楽担当のエリック・セラは、インバが歌えるのは、 全体の60%くらいだろうと思っていたが、実際には80%も歌いこなしたのでとても驚いたという。なお、この映画では、インバ・モラー・チャーコとクレジットされているがモラーは5色。チャーコは、当時のッドピロソコの綴りを国外用に変えたものであるが、この映画をそのせいは使っていないので、その映画を見た人やサントラを買った人たちを混乱させてしまっている。 現在の夫は、実業家のヘトム・ラマダニ氏。オジー、ドミニク、ラボーデット、ジャンポール、アルバニー、プティフテ、2009、P80、ISBN27 億4692万5338。ありがとうございます。